久保さん、あの、昨日4月1日だったじゃないですか。積み立てニーサの始め方、貸し、みたいにしようかな。積立てニーサ始めました。<laughs> 昨日から。昨日買いましたよ。3個ね、あの商品買ったんですけども。これね、久保さん知らないかもしれないですけど、僕もあの調べてて大まじかと思って、ただね、ちょっとややこしいんですよ。何かっていうと、 あのね、今、三井住友と SBI 証券がコラタイアップしてこう連動してやってるんですけどもなんとあの今、キャンペーンやってて三井住友銀行って今あの通帳がい,ないらないデジタル口座でなデジタル視点みたいなのがあって <laughs> でそれを開設して解説、まあ、アプリから開設して、ね、アカウントを取っていくんですけども。 で、そのアプリでアカウントを取ると、ど何が出てくるかっていうと、あの、スミのすみしんのすぐ案内が来るんですよ。バンみたいな。で、すみません、僕もすみしん持ってて、で、その、三井住友の口座経由の解説からのすみしんの口座開設だと、で、その、まあ、条件はあるんですけども、2万、最大3万、3万9000円だったかな,なんか、結構、まあ、あの、ポイントをバックするみたいなやってるんですよ。ただ、 三井住友さんがこれねこうみんなの銀行パクったんじゃないかなっていうところで今 V ポイントっていうのがあってこの V ポイントも結構たまるんですよであの紹介をやってるんですねでしかもねこれねちょっと見たんですけどみんなの銀行って30万までじゃないですかこ三井住友のデジタルバンクに関してはこのそんなやつはなんか無制限っぽいんですよね ででそのでシェアしましまょうみたいなただね、ちょっと複雑。みんなの銀行はシンプルだったんだけども、ちょっと複雑なので、まあ、アフリエート、だから、僕は昨日から積み立てニー s 始めて、で、まあ、一応、その複雑なんだけども、まあ、アフリエートできるなっていうところで,で、あそう、だから三井住友銀行もそれ、デジタルバンク、昨日、僕、三井住友の銀行口座ないんですよ。久保さん持ってるかわかんないですけど、三井住友、僕、ないんですね。 で、昨日作ったんですよ。しかもみんなの銀行と一緒で、もうスマホから全部免許証確認とか、こういろいろやって考察くれるんですよ。で、今、まあ、昨日やったばっかなんで、あの、まだ作れてないですけども、あの、まだメール来てないんでね。だからみんなの銀行やっぱすごいですね。だからみんなの銀行の場合は、その日だったかな、すぐ解説だったんですけど、三井住友はちょっとロスありますね。 今ちょっと連絡待ちであのメールは来てたんですけどもまだ解説してないかなうんそうだから今後はちょっと三井住友銀行のその <laughs> V ポイント1000円で同じです紹介した人も入るし紹介された人も1000円入るみたいな一緒っすね <laughs> V ポイント <laughs> で V ポイントって久保さん使ってるか分かんないですけど V ポイントって あのビザともうビザのタッチカードと連動しててまあアプリもあるんですよで三井住友のアプリって結構便利なんですけどこうビザで支払うみたいななんかその V ポイントをもうこのタッチ決済で何すかねこの ID その ID ってあるじゃないですかこれこれなんですよねこれ ID みたいな V ポイントなんですけどでこれって まあほぼ使いますよね。まあ、ID が使えないとこってないじゃないですか。だから、あの、ま、コンビニでも普通に使えるし、今だったら、ま、自動販売機でも ID があるの、いっぱいありますので、ただ、ま、ポイントなんだけども、まあ、ほとんど、まあ、まあ、普通の現金みたいな感じで同じように利用はできるので、だからね、みんなの銀行さんはもう、銀行口座に現金1000円入れるっていう、もう現金なんですけど、ただね、まあ、同じような感じなんで、 ちょっとこれもちょっとアフリートしていこうかなと。しかも制限がなさそうなんで、久保さん。でもね、ちょっと複雑っすね。みんなの銀行はやっぱすごいシンプルでしたけど、ちょっと複雑。うん。まあちょっと、しかも三井住友銀行の場合は、あの、もうユーザーいるじゃないですか。なんで、 あのおそらくまあこれもちょっと昨日見たばっかなんであれなんですけどその多分ねデジタル視点はちょっと別枠で新規で募集してる可能性が高いですね要は三井住友のもの銀行口座を持ってたとしてもデジタル視点は新しく新規に取ってもいいよみたいななんかまあちょっと複雑なんですよなんかあ後入れなんで <laughs> みんなの銀行って新規で全部作って仕組み作ってるんですけど後入れだからちょっといろいろ複雑っていうね あれがあるんですけど、まあちょうど僕、三井住友の銀行口座なかったんで、はい、ちょっとまたこれも、あの積立 NISA に絡めながら、ちょっとアフリートしようかなと。で、積立 NISA ってすげえ人気あるじゃないですか、キーワード的に。うん、で、僕もちょうど動画のネタとしてはロングでいいなと思って、で、また今年の、しかも今年の1月からまた積立 NISA の アップデートして、さらにその免除されるみたいな税金いろいろなんか良くなったんですよね。そうだからまあ、貯金するよりかは、まあ、しかも、しかもこれはもうあれなんですよ。しかもカードもできるんですけど、ああのアフィリエイトをこうや,や,やろうと思うんですけど、要はその、なんですか、三井住友のカード、しかもこれセルフバックで作ったカードで NLL って久保さんも持ってると思うんですよ。あの、セルフバック、三井住友のセルフバックすげえ高かったじゃないですか。NL ってやつ。 で、あれを持ってると、その NLL とか、まあ、あと何,何種類かあるんですけど、それで、カードでね、あの積み立て NISA できるんですよ、クレジットカードで。で、そうすると、あの、V ポイントも貯まるんですね。<laughs> カード決済なんで <laughs>。だから、まあ、貯金するよりかは、貯金、だからもう僕今、あの、まあ、上限40万ぐらいか、年間40万ぐらいが非課税かな。 で、今僕2万、とりあえず昨日、昨日買ったのが、あの、SBI の500、なんとか500と、あとは、あのペ、PayPay ペもね、PayPay ペペも日記22号の商品があって、<laughs> あ、PayPay 出してんだと思って、PayPay ペペ僕利用してるので、PayPay、まあ、ペペももうね、会員数5000人ぐらい、まあ登録者数5000人ぐらいいるので、5000万人か。 まあそんなにもうガンとは下がらねえだろうなと思って、まあ、僕もよく利用してますからね。らペイペイのやつ1万円と、あとはその、なんかランキング1位だったやつがあるんですよ。で、それと、あとは、えー、っと、もう一つが、なんだっけな、あの、日清だったかな。日清のやつなんか買っ,買ったんですよ。はいまあ、今後ちょっと動画のネタとしてプラス、あとはまあ貯金するよりかは、まあ、 ちょっと可能性はあるんじゃないかなっていうところで <laughs>。これが20年ね。だから、あの2今2万5 0円でやってるので3万にするかもしれないですけども、2万5 0円で毎月宿ると年間30万なんですよ。なんで10年で300万ですよね。年間、年間で30万円で10年で300万。で、60歳までやったらそう600万じゃないですか。300万、300万で。 通常、まあ、600万を銀行口座に貯金して 20, 20, 年,20年後どうなのかって話で、まあ、600万貯金してもそんなに多分増えてないと思うんですけどこの600万が、ね、どれぐらいになるのかっていうねもしくはへ全然増えてないのかっていうねこれも二20年間ロングでできますからね <laughs> しかも一般的にたぶん積み立て i s a っていう一般的にあ,のあれだと思って <laughs> 国も発っしてるじゃないですか <laughs>。 20年のロングテールの動画シリーズ、これできましたよ。昨日からちょっと動画撮りましたけど。うん、僕もちょっと楽しみですね。ネタつきないし、あとはカードと、カードと、そのカード、あの、講座のアフリエイトもかませるんで、これいいんじゃないかなっていう <laughs>、うん。やっぱ、あとね、やっぱ、ポイントが貯まるっていうのは、僕、ポイントマニアっていうところもあるんですけど、積み立てしながらポイントも貯められるっていうね。 V ポイントは本当にあの利便性が結構いいので、うん、結構たまりますよ V ポイントだからその親父にその NLA のカードを渡してそれでまあ全部やってるんですけど結構ポイントたまるんですよで僕はそのカードは親父に渡して親父がガソリン代とかまあその車関連のやつを決済するんですけどそれでも先月も2000円ポイントかな2000ポイントぐらいたまってたかなうん 結構たまりますね V ポイントそうあこれ結構おすすめかなっていうとちょっと広めていこうかなと思います、ね <laughs> はい、そうまあお客さんからもらわなくても三井住友からもらうっていうねでも三井住友はお客さんからお金もらってるみたいなね <laughs> 何なんですかねいってらっしゃい